で全てはね、宮崎駿の引退発言、引退会見ってやりましたよね。あれが起きたんですよね。それは何かっていうと、引退会見をやってもう作らないって言ったわけでしょ。そしたら世間の人はそれ信じたわけだから、それをね、またのこのこと普通に出てきて普通のことをやったら、これはみんなからソース感食らうと思ったんですよ、僕は。だから作り方も宣伝も、ね、全てをやり直そうと、そう考えました。でも早尾さんって辞めるって何回か言ってるじゃないですか。だから世間的にはまた言ってるよっていう感じでスルーしてたのも多いと思うんですけど、それはね、実はそうやって報道されてましたけれど、まあ、僕いつもそばにいたんで知ってますけれど、もののけ姫の記者会見っていうのが大きかったんですよ。でどういうことかって言ったらね、映画ができてすぐの記者会見っていうのがあったんですけれど、その場でいろいろ喋ってたら、ある記者の方がね、次回作は何ですかって聞いたんですよ。それで怒っちゃったんですよ。で怒っちゃいましたね。次回作を考えながら映画は作ってませんと。今僕にとってはね、もののけ姫は一番大事で、ね、引退を覚悟してやってんだと。そしたらそれいきなりね、引退発言になっちゃったんですよ。